徳造の臼井康弘です。2013年の12月16日から22までのライブについてまとめてご紹介していきますので、よろしくお願いします。まず12月16日なんですけれども、リュウグウナイトでですね、若見さんという方がやっているイベントなんですが、名古屋では非常に知名度の高いイベントですね。今回はねじ埋め足しと思い出ナンセンスの CD 発売ということでイベントを組んでくれました。一緒におとぎ話さんと下山さんですねがやってくれます。今回も楽しみにしています。いつものですね、徳造の出演者とはですね変わった形でですね、新しい感覚のバンドや新しい動きをしているバンドを紹介してくれているのがリュウグウナイトでですね、とても楽しみにしております。よろしくお願いします。翌17日はですねザ・サンですね、イチローさん率いるですね、ブルースロックバンドですね、ベースに、鮫島秀樹さん、元ハウンドドッグですね、ドラムは、徳造でも同じに、ロックドラマ、ロジャー高橋さん、とのですね、トリオですね、バリバリギターを弾かせてくるんではないかなと思います。12月の22なんですが、内海陽子ロコバンドをですね、年に一度ぐらい、ですね、のペースで、徳造に、やってきてくれます。日本を代表する女性、ロックシンガーではないかなと思いますね。バリバリのハードロックなんですが、とても貫禄のあるロックサウンドを聞かせてくれますので、こちらもぜひよろしくお願いします。12月をですねまとめていくと、いろいろとあります。バレーボールが、世界ユースダン売り切れですね、カーネーションもやってきます。あと大畑雄一さんもやってきます。あと陸王さんもですね、今回は陸王さん、ちょっと、いつもと違ったですね、チェロの橋本歩夢さん、阿部、美穂さん、バイオリンというですねアコースティックな感じでやってきてくれます。調子幹事さんですね、浜田翔子さんのサウンドをやられている方ですね、斉藤誠さんもやってきます。年末の締めくくりは6か5企画もありまして、ハニメーカーや高木真彦と四季なビービス、あと最後には澤田翔子さん、一番最後は大忘年会という感じになります。12月もよろしくお願いします。ありがとうございます。